県の方から言われた、まあ事業団の方から言われた負担金を予算化したと、こういうことで理解したら、理解すりゃいいんですか。石丸首相、いいわけがありません。そんな説明は課長してないじゃないですか。はい、他に質疑はありませんか。委員長。はい、山本和弘委員。今秋田議員の質問についてですね、聞いてみたいんですけど、109ページの水道事業費の県の水道広域連合の企業の負担金が明細ですね、積算根拠がわからんいうのがちょっと理解できるんですが、ナンバーをくださいや言ったら、はい、そうですかいうような状況で負担金を出すということはありえん話なんですが、そんな状況ですか。ここ予算するのに予算を練りますよね。その時の査定の中で積算根拠を示されると思うんですけど、それがない中で県がこれだけ負担してくれるんで予算してくださいと、あ、そういうようなところで予算がされとるのか、まあ私とすれば明細が知りたいと、こういうことですが。委員長。はい、佐々木課長。はい、詳細な明細については、やはり企業団の方に問い合わせていただきたいというふうに思います。ただし当然毎年事業というのは継続されますのし、今秋田方市、事業団においても老朽化、まあ、その対策における管路工事等は実施しています。当然それらの積算というものは当然新しい単価、そういったもので行っているものでございますから、まあ、決して適当に予算を、いくらだというふうに挙げているものではございません。以上です。委員長。はい、山本和弘委員。まあ、今の答弁を聞いたらですね、県の方からこれだけ負担金をくださいと、来年の予算はしとってくださいと言われたら、そのものの詳細は把握せずにですね、県の方から言われた、まあ事業団の方から言われた負担金を予算化したと、こういうことで理解したら、理解すりゃいいんですか。石丸首相、いいわけがありません。そんな説明は課長してないじゃないですか。一番最初に答弁したのは差分が何かと、その寄与が何かという質問だと捉えて、主には人件費、資材価格の高騰だというふうに言ったんです。明細は当然あります。でそれを承認もして企業団として共有してます。で詳しくはお問い合わせくださいっていうのが先ほどの答弁です。はい、山本和弘委員。今の負担金がこれだけいるいうて、まあ、説明があって市長明細ある言われたんで、まあ、その明細を議会とすればですね、見させていただいて、あ、そうというところで、行きたいもんで明細を出していただきたいと思いますが。山本和弘委員に申し上げますが、ここは市の議会議場です。で企業団のものを市へ要求しても、ちょっと別、窓口が別ということです。で事業団に一応許可を得て市が、まあ、表に出すかどうかというのは先に事業団の窓口お聞きいただくということを執行部も申されてますので、事業団に問い合わせてください。企業団にね、ということです。いやいや、よろしいでしょうか。はい、山本和弘委員。今市長が、課長が説明した通りだと、人件費、管材の高騰による材料費だと、こういうふうに説明したじゃないかということを言われたんですね。ですからその資料はこの予算をするときに手元にあったと、こういうことでしょ。企業団が秋田方市の負担金はこれだけですよお願いしますって来たときにですね、
そういった人件費も示され、で関財費も示され、まだもろもろあったんだろうと思いますけど、その分に対する参加団体の安分率かなんか、まああるんじゃないかと思いますけど、それでもって芥川氏は3億9322万3000円これだけ負担してくださいと明細がついておったということであろうと思うんです。ですから今その明細があるんで出してください言ったら、市長が課長が説明したじゃないですか言われたんで、じゃあその明細を出してください言われるんです。企業団やと思うんじゃないと思います。はい、いや企業団が窓口ですから、企業団の方へ問い合わせないと、言えないと。ただし企業団からの負担金は精査し、原因高くなった原因も言える範囲で佐々木課長の方から答弁がありました。それ以上の詳しい明細については企業団へお問い合わせくださいということなので、執行部の方の答弁も間違ってないということですよね。委員長、はい、負担金を市が払わなきゃいけないですね、はい、それの中身がようわからん、議会が議員が質問したら企業団に聞いてくれと、わからんというようなことで、負担金が予算ができるんかいうところがあるんですが、でそれで通ったら市長は明細は言ったじゃないですかと、こうなったわけですね。じゃあその明細で積算根拠の明細があるんだろうから、それを示してくれとこう言うんですよ。はい、ではそれがないならいいです。それがないならとして資料を徴求したらいいじゃないですか。なんでここで質問させるんですか。いやいや、まそれあいいんじゃないですか。手続きを踏ませてください、はい、では山本和弘議員が今この場でその明細が知りたいっていうこの審査においてですね、当初予算において必要であるということであれば、執行部の方で企業団に許可を得てこの場で明細を公表していただくということは可能でしょうか。休憩してもらいます。休憩して、はい、じゃあ今から企業団へ問い合わせしていただいて明細が出せるものだったら出してもらうということで、何分ぐらい。まず委員会の中で決めてもらえ、委員会の中で委員会としてちょっと休憩してもらえませんか。ちょっと待ってください。委員会じゃなくて今決算審査です。ちょっと一旦こうオープンになっておいて、ちょっと休憩をしてもらえませんか。よろしいですか皆さん、ここで暫時休憩といたします。この必要な明細請求後に執行部が出した資料を大下議長が議員に隠すわけですが、政治会山本和弘議員はこれに抗議したのでしょうか。